女性たちが忙しい中ありがとうございます。まず自己紹介をよろしくお願いします。選手権女子コンティエントの中野区担当の高野愛です。はい、ありがとうございます。この渋谷区 の思い出を教えてほしい。はい、渋谷区の思い出は19歳ぐらいの時に初めて東京旅行来た時に、ここのスクランブル交差点が109の前だと思い込んじゃってて、写真を撮りました。思い出です。はい、ありがとうございます。待ち合わせが渋谷ってとってもしにくいんですけど、おすすめの待ち合わせスポットとか見つかりましたか？あ、おすすめっていうよりかはいつも私は8校前かここのスターバックスですね。8校前かスターバックスだそうです。はい、渋谷で私を見かけるならそこです。声かけてください。お願いします。私はもう慣れてもやい像ですね。僕はもやい像反対側にある。あ、そうなんですね。そっちの方が人が少なくて、でもこの間慣れないとちょっと難しいかもしれない。8校とか早くなれます。8校とスタバがいいと思います。はい、ありがとうございます。子供の頃になりたかった職業を教えてください。子供の時になりたかった職業はピンク忍者。ピンク忍者今日まさかこれ忍者スタイルですか？忍者になりたかったです。忍たま乱太郎のくのいちになりたかったです。くのいちになりたかった。こんなバージョンはいかがでしょうか？じゃあちょっと、NHK 以外でじゃん。NHK 以外で、やばいやばい。あ、そうやった、そうや。じゃあ、カラオケで得意な曲や、あるいは苦手でしたら、流れたら嬉しい曲を教えてください。あ、いや、歌が得意なのは、どっちだろうな、よく歌うのはプリンセス、プリンセスとか、違うやつだったら、あやかさん、ジュジュさんとか歌います。はい、プリンセス、プリンセスと、あやかさんとジュジュさん。あ、ミーシャ。あ、ミーシャ、はい。歌うの好きね。歌う、僕は苦手です。あ、マジですか？ちょっと苦手ですね。じゃあちょっと今日一曲披露というわけでちょっと行きませんね。今後のじゃあ活動状況をじゃあ。こちらは活動状況は明日から東中野駅、東中野駅と中野駅の前の商店街とか、私を見かける時が多くなると思います。週4回以上は駅前を立ち寄って駅前に立とうと思ってますし、お昼ご飯とかも結構中野区の中で全部食べてグルメをリポートしていきたいなと思っております。今日は福岡から今日は母親が来られたそうですけど、お母さんの第一声は何か覚えてますか？今日は羽田追加しようかな。お母さんと初めて今日会った時に太ったって言われました。ちょっといいのか悪いのか、いいですよ。ありがとうございます。もう嬉しかった、バイ。嬉しかった、バイ。挨拶でちょっと締めていただけると本当にもう嬉しいっちゃ。はい、じゃあ NHK どっちに行くんですか？ぶっ壊す行こうと思ったんですけど、NHK 女子48へようこそ。ありがとうございます。